ーフゲームの鬼黒メガネです。ということでやっていきましょう。なぎということで、ウィングビーム110からスタートしていきたいと思います。リールはこちら、レガリス LT。軽い。疲れたくないから LT。 最初ちょっとこれで様子見て、まあ、メタルジグダメならワーム、そんな感じでやっていきましょう。この時期なんて人がブワーッとね、横一列に、本当にもう場所移動できませんみたいな、そういう感じだと思うんですけども、まあ、連日の暑さっていうのもあるでしょうけど、なかなか釣れないということで、人が少ないような気がします。時間がもったいないよね、こういう言い方をすると失礼かもしれませんけど、魚釣り大好き人間の人に言う、ね、こういうことを言うと失礼かもしれませんけど、ほぼほぼ釣れないだろうって分かってるのに時間を費やすっていうのはすごいもったいない気がする。変えましょう。なんかね、このルアーは好きになれないな、まあ、大きいアクションで魚をね、魚に対してアピールしてくれてるんでしょうけど、なんか気持ち悪い感じが、息抵抗がね、感じ悪い、好きじゃない。というわけでダイソーのメタルジグ 28g、 そしてプレートが、プレートじゃない、ブレードがついております。ブレードついております。普段メタルジグでね、こんなに細かいストップアンドゴーってしませんけど、なんて言ったってダイソーですから、100円ですから、もう塗装のハゲとかね気にせずストップアンドゴーができるっていうのは、これやっててね楽しいですよ。普段できないことができる。ちなみにこのダイソーのメタルジグ 28g がどれぐらい飛ぶのか、ちょっと飛距離数えてみましょう。
90、91、92、93、94、95、96、97、98、98、99、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、90、91、92、93、94、95、96、97、98、9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 9、90、91、92、93、94、95、96、97、98
99回転。バレた。うわー、油断した。帰って何食おうかなって今考えてたら、今のでかかったぞ。ぼーっとしてた今。うわ、今のでかかったぞ。やっつったな。多分ヒラメだな。マゴチじゃないな。今の手応えは60アップ。67センチかな、8センチかな。過去に釣ったのは私の過去最高記録、70弱。それぐらいの手応えだったぞ今。さあ、気を抜くなよ。気抜くよそりゃ。